さて、国内最大級の産業廃棄物の不法投棄事件があった香川県土庄町の豊島で、不法投棄現場を現状、事件前の元の状態に近づける整地工事が始まりました。住民と県の公害調停成立から20年余り、県の処理事業は最終局面を迎えました。国内最大級の産廃不法投棄事件があった香川県豊島です。20年以上かかっている撤去事業はようやく整地が始まりました。長年この問題に住民の中心となって取り組んできた秋正蔵さんもその様子を見守りました。1978年に許可して1990年に取り消しした。12年の間に起こったことが20年経ってですよ。その22年も経ってまだこの状態だってね、知るべきだと思う、考えるべきだと思うんです、みんなね。香川県豊島では1990年に業者が摘発されるまで産廃が不法に投棄され続けました。心からお詫びをいたします。2000年に国の公害調停が成立し、90万トンを超える産廃と汚染土壌が撤去されました。そして地下水の汚染も海に流れ出ても許容される基準に達したことから、今年3月までに現場と海を隔てていた遮水壁が取り除かれました。それを受け香川県と豊島住民会議は原状復帰、つまり処分場に廃棄物が持ち込まれる前の状態に戻すことで合意しました。今日からの作業で排水口や調査のため掘られた井戸の多くを埋め戻します。一つ一つ豊島事業を進めてきた中で、国の財政支援が今年度末までとなっておりますので、そちらに向けて関連性の撤去整地工事を、その期限までに終わらすということを、全力で取り組んでいきたい。整地は来年3月までの予定です。しかし現場の地下水は環境基準を満たしていないことから、3月以降も県による管理が続けられます。住民側への引き渡しはまだ先の話になります。環境基準になって、それが安定するリバウンドがないであろうというふうな状態になるまでには、10年以上かかると。我々はこういうふうな努力をして、次の世代に、その託したんだと、瀬戸内海国立公園にふさわしい姿を取り戻すように、後世の人がですね、我々の後を継いでほしいと思ってます。摘発から30年以上という長い時間を経て、豊島の産廃撤去事業は大きな区切りが見えてきました。しかし豊かな島を取り戻すためにはなおも長い年月がかかることになりそうです。